ねえ、何か出るかな。わかんない。出たら絶対カメラで撮らなくちゃ。もう一つ気になってることがあるんです。あの光高橋別荘の周辺には管理会社が設置した監視カメラがいくつかあって、私ここに映ってる男の人に見覚えがあるんです。なんだよこれ。逃げた末だったんだろうけどな。風呂場で殺されちゃってさ、あたり一面血の海よ。これは最初に一人かくれんぼを出演させた後藤という人物が書き込みをしている掲示板だ。二人かくれんぼ。午前3時33分を過ぎて相手と会話してはならない。他に方法はない。ちょっとやめてよ。